久保さん今回、愛にしましょうか。愛。はい。漢字の愛ですね。昨日ね、愛の経営破綻っていうのね、ちょっとブログを書いたんですけど、愛の経営破綻っていうね。あ、愛の経費か。愛の経費に対して愛の経営破綻みたいなね、文章の中で書いたんですけど、愛にかかる経費ですね。うん。まあ、これはまあ、あの、億万長者合宿でもあったんですけども、まあ、何のために金稼ぐんですかっていうところで、なんか家族のため、 なん,かなんとかのためみたいなね言う人がいて本当にそうですかっていうねやり取りがあって記憶に残ってるんですけどうーんまあ僕も億万長者合宿以外にもですねお客さんにいろいろアンケートを取ってるとね、まあ、例えばあのもっと家族に楽させてあげたいとか子どもの養育費がとか、まあ、家族のためとか まあそういうね、あのお金に関するなんでお金稼ぐのかっていうところで、まあそういう理由を挙げる人がいるんですけども、だけどやんないんですよね。なんでかなみたいな <laughs> うーん。なんか本当にもし、その人のことを思っているその人のことを愛してるんだったら、この前ね、久保さん、福岡行ったときに、広告でね、 あの、結婚指輪が50%オフです、みたいな。指輪が50%オフみたいな広告が電車の中にあったんですよ。いや、それは蹴チりたくないな、みたいな。<laughs> それは頑張って働きたいな、っていう。うん。なんかそのね、その思いを形にした時に、ありがとうって言われて、内心は、それちょっと50%オフだったんだよな、みたいな。<laughs> え、こんな指えいいのみたいな。あいいよいいよ、みたいな。 実は50%オフみたいな <laughs>。そこはなんかまあ別にね、安,安くても高くてもものは変わんないんですよ。50%オフで買おうがあ,のあれなんだけど、多分あれって愛の形気持ちだと思うんですよ。で、それを安くしちゃうのかっていうのはちょっとね、面白かったですけどね、いろいろ考えたんだけど、でも、 まあでも今の経済状況だったらまあそうな、そういうこういう広告も出てもおかしくないか。多分30年前にあの広告がなかったと思うんですよ。うん。でも今だからあの広告があるんじゃないかなと思いません、ね、今のこの状況だから。うん。でも30年前は多分あんな広告多分なかったと思う。ないと思うんですよね。うん。まあ要はその愛愛をこう表現するのに多分お金って多分すげえ有効なツールだし、 ない、うん、よりあった方がいいし、逆に言うと、愛があるんだったら頑張って稼ぐっていう気持ちにならないのかなっていう。この人のために。だから例えば、昔はお金っていうツールがなかったんで、まあ狩りを、まあ多分狩りをしてきてね、食料を取ってくるっていうところだったんですけど、ですよね多分、狩りして。じゃあ家族の食料を調達する上で、愛する命を守るために、多分、 うーんし死ぬ思いで狩りしてきたと思うんですよ。なんか、なんか戦ってきたと思うんですよ。<laughs> うん命張ってでも、飯取ってくるみたいな。だからまあ、アフリカのサバンナとか、弱肉強食で食が食われるかみたいな感じで、あれも、まあ、命を守るために食が食われるかっていう、こう、やり合いしてるじゃないですか。うん。でも今はそんなにしなくても、お金を稼げば、そんなことしなくていいわけですよね。 うん、だから今の方が甘いですよね。だって別に命取られないわけじゃないですか。昔はその狩りしてくる時に、まあね、その、シ,シに突っ込まれて、ね、死んじゃった人もいるだろうけども。うん、大変だったと思うんですよ。だってあと、まあ漁師とかもね、魚を取りに行くって言っても、海が荒れたらね、海に巻き込まれて死んだ人、多分この歴史上も相当いるでしょうね。 うん、まあ今もね、それはあるだろうけれども、海にで出るっていうのも、命がけの部分もあるじゃないですか、うん。だからまあ、本当に愛してるんであるならば、お金ぐらい稼がないといけないんじゃないかなっていうのは、あ思いますよね、うん。まあ愛とお金をね、よく天秤にかける話があるんだけども、 愛の方が大きいっていう風潮があるじゃないですか。じゃあ、小さいお金はなんで稼がないのっていう <laughs>。愛とお金。いや、愛の方が大事です。お金はそれより下です。じゃあ、それより下のことをなんでやんないのっていう。なぜでできないのって。下なんでしょっていう <laughs>。下だからやらないのかなっていうところなのかないや、でもね、愛を表現するために、 あのお金は、お金というツールはね、あった方がいいと思いますよ。まあ僕もお金がなかったら、親父に車プレゼントできなかったし、僕はすげえ良かったと思います、ね。親父もすげえ喜んでるし、ずっと乗り回してるんで、お金なかったら、あの、BM プレゼントできなかったですから。で、あとはやっぱお金なかったら、そのガソリン代とか、車検代とか、保険代とか、タイヤ代とか、全部僕持ちなんですけど、 それもも全部僕が持つっってこともお金ななかったらできないできいすよ車プレゼントするその後逆に言うと負担になる、ね、メンテナンス費用まあガソリン代もそうなんですけど高速代とかねだから今本当に無料で親父は車乗れてるんで本当にいろんなとこを旅してる旅旅というかまあ車でぐるぐるぐるいろんなとこ回ってるんですけどでそれなんで気軽にその回れるのかっていうとガソリン代も高速代も全部僕持ちだからですね うん、だからまあお金ないとねそういうこと提案できないですしね、まあ、車を買っても本当車って結構その後の維持費がかかりますからね <laughs>、うん、だからそのそこまでそ,そこまでのアフターケアができるまでになってよかったなと思います、ね、ただプレゼントして終わりじゃなくてプレゼント後も そのそこにかかる経費は全部こっちが持つっていうね。だからそ,そこまでできるようになったんで僕はほんとかったなと思いますね。うん。まあでもそこまで、まあね、それお金払ったとしてもね、うん、親が子供にかけてくれたお金っていうのはもう何千万になるわけじゃないですか。だからまあたかが知れてますよが、まあ久保さんもね、なんか毎月20万とかなんかいくら、毎月お金払ってるらしいんですけど、でも、その人、 子供を一人育てるのってもう何千万円じゃないですか。かそれに比べると僕がやってることなんか、その、全然、あの、かあのそ、それ以上にならないんですけども、払ってもらった分、いいよね。ただまあ、じゃあ僕がやっていることがね、みんなできるかっていうと、多分お金がない、手取り20万とかだったら無理でしょうね。手取り14万とかだったら多分こんなことできないですよ、多分。うん。保険も高いですもん、なんか。車両保険で。 十何万ですかね十、うんあ、違う。一年で十三万だったかなそう、車両保険入れて。そう、で、なんかその、親父の等級が結構、なんかね、昔事故ったりとかしてるんで、安くないんですよ。で <laughs>、ね、親父名義で僕払ってるんですけど、なんか、僕名義で保険で、親父が乗るってことはできなくて、できなくて、じゃあ親父名義しですね、ってなって。 親父名義の保険高いんですよねちょっと、うん、まあいいやまあとりあえず愛にも経費はかかりますんで頑張って稼ぎましょういってらっしゃい